阪神ジェイス1年紅林大輝です。神奈川県相模原市です。自分のストロングポイントは、ドリブルで仕掛けてゴールを決めることです。今年の目標は、選手権のメンバーに入って活躍することです。寮生活なので自分の生活をきちんと見直すことができました。同部屋の、酒井大地君や井出光輝君です。この学校に、入ったので、しっかり、親にも恩返しできるように頑張ります。ぜひ、返し JC で一緒にサッカーをしましょう。